こんにちは、速稼塾の久保です。今回ちょっと大きなニュース、私的に大きなニュースが入ってきまして、パナソニックがテスラ株を全て売却したらしいですよね。で、提携関係は変わらないんですけども、日本の家電大手パナソニックが、電気自動車を軸とするね、テスラ、この株を売ってしまうってことは一体何が起きたのかってことなんですよ。テスラに信頼がなくなったのか、テスラの株がこれ以上伸びないと踏んだのか。いや、そうではないんですよね。パナソニックがいよいよ資金難に陥っていることだと私は思うんですよね。こういうふうに記事に書いてます。パナソニックが保有していた米電気自動車 EV 大手テスラの全株式を2021年3月末までに売却したことが25日分かったと。テスラ株は20年に急騰し、売却額は数千億円に上る可能性があると。4月に71億ドルで、これ7700億円ですけどもね、完全子会社化を決めた米ソフトウェア大手ブルーヨンダーの買収資金などに充てるということでございます。テスラの EV 電池取引との関係は維持するということなんで、これが私の感覚だとですね、一つはポジティブに利益が出たから、その株の買収によって利益が出たから、その買収益をもとに次の事業に再投資するというポジティブな考えもありますけども、資金がないんで売って、で次の渡りにするためのブルーヨンダの買収原資ということかなと思うと、ちょっと資金がもうショートして暗い状態なのかなと思うわけなんですよ。ね、パナソニックがテスラ株を持っていることによって、その含み益に対しての新規の融資を受ければ、テスラ株を売却することなくパナソニックはブルーヨンダの買収資金手にすることができるんですけども、それが通らなかったってことなのかなと私は考えてしまうんですよね。つまり日本の大手パナソニックといえども、もうすでにですね、打つ手なしということで、最後の切り札、株を売却して当座の資金を作り出したというふうに考えるんですけども、いかがですかね。これは他の解釈もあると思うんで、私がこう考えていることが正しいかどうかは全く分かりません。情報によって私がどう判断したかっていう、私の単なる脳の回路ですからね。ですからまたね、フェイクニュース流すなっていう方がいますけども、世の中には一つの情報に対してたくさんの解釈がありますんで、そのたくさんの解釈を全部するなということではないと思うんですよ。情報によって人は間違えてですね、情報によって人は勘違いをすると、早とちりもするということだと思います。例えばね、信号の赤、青、黄色ってあるじゃないですか。なんか最近知ったんですけども、黄色っていうのは止まれらしいんですよね。で、赤っていうのは動くならしいんですよね。で、青っていうのは周囲に気をつけて前に進むことも可能ということで、進まなくても良いということらしいんですよ。いや、そんな解釈する人もいるんだなと思いましてね、原本をこれから見てみようかと思います。道路交通法の教科書が出てると思いますので、それから検索しても出てくるのかなと思いますんでね、やっぱり元情報、一時情報にタッチするのが一番かなと思いますね。いや、知らないうちにいろんな解釈が生まれるもんですね。それでは。